人生そのものをマネタイズしようとするならば、人間の体を作っている食事に気を使うことを無下にする方が不思議。そこまで自分に厳しくなんて生きられない。なんでそんなにストイックに生きられるのか、そんな声が聞こえてくる。僕でさえただ辛いだけだとすれば、そんな厳しい日常は過ごせない。僕は怠らずやり抜く。なぜなら、やるべきことをやっていると公私ともに褒美をたっぷりと享受できるということを僕は知っているからだ。マレーシアにある僕の自宅のプールでは、毎日のようにきれいな女性が遊びに来て、無邪気に裸で泳いだりしている。僕の腹が年相応という言葉に甘え、見苦しく出ていたら、そんな怠慢が見て伺えるダサい男なら、彼女たちも遊びには来ないだろう。もし仮に、そんな状態の男に訪れる女がいたとしても、それは別目的の女だろう。そんな女性には興味もない。ガクトの日常は大変だが、その分報われてもいる。楽しいことを求めるだけなど何の意味もない。楽しいってのは楽ということ。僕の日常は楽しさを捨てている。その分、面白いことや嬉しいことを求める生活をしている。そして楽しんでいる。さあ、お前はどうだ。今やれているか。やれているなら声を大にして叫べ。やればできる。楽は捨てろ。